TurnAGundam. だったのだろうか。マヤリトという少女とクアートルという王様が目の前で爆死した光景は焼き付いてしまった。アデスの世界樹を語り継ぐアデスカでの事件だった。 やはりな、自力で地球の引力を振り切れるのにザックトレーガーによるつもりか。ジャンダルムは、マニューピチが落ちたのは確定的なのだな。は、全く応答がありません。 当てにならん連中だ。ブスターのセットを急がせろ。ギリシャより先に宇宙に上がらねばならん。は。地球で見る朝日もこれで見納めでしょうね。ブレーナ、はもうお試しはいたしません。今の反応といい、レッドタイへの物言いといい、ディアナ様でいらっしゃいます。一睡もされていらっしゃらない。 あなた様と話すことはありません。早く月へでも太陽へでもお連れください。私は逃げも隠れもいたしません。マニュー口が落ちましたので。ウィルゲムがマニュー口に到着したのですか。はい、あなた様をミリシャの宇宙船より先に月にお連れいたします。せいぜい歓迎の準備をさせてください。それは女王ディアナを、それともミリシャの宇宙船をですか。 バスドライバーのレールがある。はい、太古から巨人の戦争の時代のものがあの竜の背骨の峰に埋められていたんです。改めて礼を言う。貴殿たちの働きがなければこの町は解放されることはなかった。僕はただクワトル王に従っただけなんです。いなくなって先の王は素晴らしい方と分かった。私にあの後を継ぐことができるのだろうか。 古き王は殺されなければならない。そのアデスカの習わしに従って今日まで栄えてきたんです。そうだ、私はその王の仮面をかぶった。クワトルを受け継いだのですから、あなたにもできますよ。できるか。次の王が現れるまでの間、タルカ王はそれを望んでいらっしゃるのでしょう。アデスカの民のためにはな。クワトルの国葬が済むまでこの地に留まってもらいたいのだが。
無理なのだな。はい。王の教えくださった神殿の秘密があります。それで僕らは神話を遡ることができますから。電磁気反応もある。右の方の扉が開くな、じいさん。はいはい。あったぞ。すぐに動力をつないでデータの読み取りをさせよう。はい。いいんですか？だってあれ、ニューアナログデジタルのパネルですもん。そうなのか。こっちはマスドライバーとザックトレーガーの周回タイミングさえ分かればいいんだろ。そのデータがあるかどうか。一晩中走り回って砲台を吹っ飛ばして、その後は黒歴史集めとはね。この年になると夜明かしの方が辛いわな。ディアナカウンターの艦艇の動きは現在は消えていますが、再度襲来することは間違いありません。その前にマスドライバーのレールを整備して我々は宇宙へ登ります。各位、秘密整備、宇宙服の点検、機械人形の修理を急いでください。こんなの来たら動けねえぞ。もうちょっと合うサイズを着させてくださいよ。まだ終わらないのか。ほらほら、いつこっちに。さっきの飛行船で黒歴史の船が月へ行くって言うからさ。そう、こっちもそれで大変なのよ。空気漏れしそうなとこ塞いでおかなきゃならないしさ。そんなので大丈夫なの？さあ、どうなんだろう。なんなら俺のフラットを持って行ってもいいぞ。月の機械人形だと足元を見られるから地球で掘り出したのだけで行くんだってさ。ルジャーナのボルジャーノも 2,3 機連れて行くって。本当に大丈夫なのかね。機械のことはホワイトドール以外は頭数が揃ってればいいんじゃないの。ほら、すぐ真似する。映るんですよ。ほら、どうしたあそこ建物。これは新しいアデスカの王様からの贈り物です。へえ、そんなにもらえるんならもう一回ぐらいやってもいいね。冗談じゃありませんよ。あんなこともう二度とごめんです。行きましょう、ロラン。私一晩中走り回ったんで眠いの。おい、ロシエだってちょっとは働けよ。そんなのあるさ、クランちゃん、クランちゃんってさ。すいません。なんだあいつ。後方にモビルスーツ1機、スモータイプです。新鋭隊機か。浜村、上昇を始めてしまえば追いつけん。上がれるな。はっ。ハリーオードめ、単独行動とは愚かだ。離陸するのか。ディアナカウンターの戦艦ですね。今この時期に宇宙に上がるものとは。私も素性が気にかかります。追えませんか。すぐには無理です。ザックトレーガーには周期が存在しますから。まさかディアナ様が。ザックトレーガーは約3時間周期で周回します。それまでは待つしかないと。言い換えれば3時間ほど待つだけでいいのだろう。下手に接触でもしたらこちらがコッパみじんになりますけど。
いいでしょ。どうせこの船が宇宙に上がるとこも撮るんだろ。私の写真もセットで載せてよ。失敗して墜落したって記事になるんだけど。分野根性が染みついてきたな、お前。そんな憎まれ口言ってるからあんた太るんだよ。え、嘘、太った？私が？そういや、少しふっくらしたかな。ミリシャの戦艦に追撃隊を出さないとはどういうことだ。宇宙に行きたい者は行かせてやるがいい。しかし責任は月にいる奴らに取らせる。今問題なのは核の方だ。あれがミリシャの手に渡っているんだとしたら、そいつも宇宙に行くんだろう。ならますます最悪の事態も考えに入れる必要があるな、政治家としては。私は政治家ではない。月での最悪の事態を回避するためにミリシャの戦艦は抑えるんだ。ポーチュイの乗ったアルマイヤが近くにいるはず。損傷したままで追撃戦をやらせるのか。軍人なんだろう、キコーラ。作業班発進するぞ、戻れ。離陸急ぐぞ。マニューピチから動いていないな。動いていません。一気に接近してみせます。急げ。あの船を捕らえねば私の面目は丸つぶれだ。何としても